モハマード・ギブランはインドの作曲家。複数の言語でインド映画、テレビコマーシャル、ジングルの音楽を手掛けている。チェン内に音楽スタジオを所有しており、レコーディングはチェン内、ムンバイ、シンガポールで行っている。コーヤン・ブトゥール出身。10年生の時に父が事業に失敗したためチェン内に移住し、ギブランも家庭を支えるために働くことになった。 ギブランによると8歳または10歳の時にテレビでヤニーを見たことをきっかけに音楽に興味を抱くようになったという。成長後は地元の音楽スタジオで2年間アニメーション音楽の制作に携わった。2000年に音楽スタジオを立ち上げ6年間で700曲以上の広告用音楽を作曲した。仕事をこなす中で音楽について学びたいという。 幼少期の夢を叶えたいと思うようになり、家族の資金援助を受けて、シンガポールのラサール芸術大学に留学して、リンゼイ・ビッカリーの下で、古典音楽作曲と映画音楽作曲の理論を学んだ。シンガポールでは資金を集めるために、オーティスタジオのためにパートタイムで音楽を作曲し、オーケストラにも参加した。オーケストラでは作曲も手がけていたが、生活苦のためインドに帰国した。 しかし、クライアントは、他の音楽スタジオに仕事を依頼するようになっていた。ため、帰国後は、仕事に恵まれなかった。2011年に A サルクナームに依頼され、バガイソーダバの、サウンドトラックの作曲を手掛けた。ザ・タイムズ・オブ・インディアの N ・ベンカーテ・シュワランは、サウンドトラックについて、M ・ギブラムは最近感銘を受けた、新人作曲家のリストに加わりました。 ミュージックスコアは映画を保管し、彼を音楽家として注目に値する存在にしたと批評している。ザヒンドゥーのマラーティランガラジャンは、音楽はもう一つのハイライトです。エム・ギブランのナンバーは、映画館を出た後も耳に残り続けますと批評している。musicperk.com のラージャゴーパラン・バドリナーラーヤナンは、バガイソーダバは、 素晴らしい音楽を含む健全なパッケージです。ギブランは映画作品初参加にして素晴らしいミュージカルスコアを作成しましたと批評している。ギブランはバガイソーダバでの仕事を高く評価され複数の映画監督からオファーを受けたと語っている。2013年にベイズクッチ、クッチプリ、ナイアンジの作曲を手掛け2014年にはセローマナムエヌムニーカ アマラコビアムに参加し、同年に、ランラジャー・ランで、初めてテルグ語映画の作曲を手掛けた。behindwods.com によると、ランラジャー・ランでのギブランの仕事は、ファンからの多くの感謝を集め、手掛けた曲は、長期間、音楽チャートのトップにあり続けたという。その後、ギブランは、カマルハーさんからオファーを受けて、ウッタマ・ビラン、ポップ・ナッサム、 ビシュワーピム2の作曲を手掛けた。ギブランはシンガポールで出会ったビジャ・ヤワーダ出身のテルグ人女性科学者と結婚しており、2014年12月18日に息子が生まれた。兄のエイジー・アーミドは映画監督として活動している。ギブラン、ありがとうございます。